ありのままの姿を会社で見せてしまうのはいかがなものかと悩める春の川村です。こんばんは。皆さんはこう弱ったり迷ったりしたときふっと本屋に立ち寄るなんてことはありますかね私よくやるんですけれどもそのとき抱えている心のもじゃもじゃしたものが 本を読むことによって、あそっかって何かヒントが得られて、そしてずっと取っておくような本に出会えるとすごく幸せですよね。最近出会ったそんな本がいくつかありまして、まずその気持ちを伝えるために、元フジテレビアナウンサーの八木秋子さんが書かれた本でもう表紙の微笑みでさーって手に取ってなんでも八木さんが アナウンサーとしてフジテレビに入社されてから25年手帳にメモしてきた気になる言葉の数々を紹介してくれるということでもう早速ムフムフ読みましたでもう誰がどんな時に言った言葉でその言葉をどう八木さんが大切にしているのかっていうのが時系列順に丁寧に書かれてありまして でもう本当に世の中がバブル景気でもうテレビがもう大盛り上がりでフジテレビイコール面白いみたいな頃にもうアナウンサーがこう女子アナってキラキラした職業として見られる走りになった方がまんまん中で得てきた言葉の数々それが具体的にどんな言葉だったかは読んでいただくとしてまあ新人 可愛い盛りの頃にこう、可愛いね、間違ってもしょうがないなって許されそうな時代に、こう、客観的に自分を見つめるようになったプロデューサーさんからの突然降ってきた厳しい言葉ですとか、大人になっていいとか正しいとかの基準ってこうだよねっていうのを教わった言葉。他には、おはようナイスデーでワイドショーを 担当することになった八木さんが、ヤガモ問題で、ヤジウムがいっぱい増えてメディアの力っていうのを実感したり、ご自分が標的にされて取材されたりした時で、こう、不本意でもやらなきゃいけない仕事をやるときに大切にしていた言葉。で、八木さんは報道の仕方をどう工夫していったかみたいなのも書いてありましてですね、 興味深い。そして退職されるときに、そのあたりでこう批判で心を痛めたときに糧にした映画評論家の方の言葉。で、そういう批判に打たれたりするときの八木さんなりの対処法も書かれてあったりですとか。そしてこう、アメリカで勉強してみよう、渡米するときに決意した言葉。 で、そこで、あのー、健康心理学を学ばれてるんですけれども、その時に得た言葉。そして、その時代って BS が開局したり、ネットの力が強くなってきて、それまで、ヤギさんが在籍していたマスコミの世界がマスゴミとか言って叩かれて、もうそこに戻りたくないなって思いつつ、また現場にあえて復帰しようと思った時に、 とさせられれた言葉などなどどが書かれていますで、この中には、アカシアサンタとかで年に1回共演されているアカシアサンマさんの言葉も書かれてますが、こう、サンマさんは名言を何気なくおっしゃるので、耳を澄ましてないと聞き逃してしまうって書かれてるんですけれども、私はそのヤギさんが何気なく書いてるこの本の随所随所に、 やっぱり人間的な魅力が溢れてて詰まってて素敵だなと思ったわけですが特に新人の頃先輩に入社して初めて言われた言葉を大事にしてはぁって言われていた上の人にヤギちゃん元気って言ってもらえるまでの数行の間に こう、ヤギさんがアナウンサーとして、現在も活躍されているエッセンスがギュッと詰まってる気がしました。スカッとしたのと、そうか、そういう心持ちでいけばよかったのかっていうのと、とても勉強になりました。そんな素敵な本を書かれたヤギさんが、春からラジオパーソナリティされてますね。日本放送でなので、あれですが。カフェ土曜日。どんな方がゲストでも、ヤギさんが、うんうんって、 笑って頷いていると、何でも喋っていい気がして、熱く語ってしまうっていう、寺門ジモンさんが肉を熱く語りすぎて、そこのお店のお肉を急遽プレゼントしよう、みたいな。こういうことができるのはラジオならでは、ヤギさんの伝えるパワー健在っていう感じで。あっちではエイックスケファミリー、こっちではヤギさん。 あっちでもこっちでも面白い話が聞けるみたいにラジオが盛り上がるのは素敵なことだと思います。来週に続きます。